はい、皆さんこんばんは、こんにちは、犬軍団の、ニール・ショーンこと、リホーです。今日は関西の、自転車置き場を、レビューしたいと思います。ちょっとね、アーティスティックですよね。で、駐車料金を支払います。自分が自転車を止めたところの番号を入力して、精査ボタンを押します。すると、料金が表示されますので、お金を入れます。そうしますとですね、ロックが解除されます。で、もう自由に引き出せるようになります。511番に停めました。ここの駐車場便利なんですけど、駐輪場便利なんですけど、屋根がねないんですね。屋根が、あるとありがたいんですけども、屋根はつきそうにないですね。ついてほしいですね。曇ってます。そしてこの後ちょっと、ちょっとした、嬉しいことがございまして、スーパーのライフに買い物に行って自転車を止めたら、隣にね全く同じタイプの自転車が止まってたんです。ナショナルのね、電動アシスト付き自転車、色も一緒でね、バッテリーも一緒で、もちろん一緒なんですけど、電動アシスト付き自転車